ダメっすよ、釘崎さん。この人たちの到着が遅かったのも多分そのため。釘崎さん、だが自分の形は変え、他者の魂に干渉はできない。分かっててもやんなきゃなんねえ時があんだよ。虎杖悠仁だけではなかった。分身かなんかで術式使えねえんだろ。はあ、さて、悪くなかった。